なぜケニアに行ったんですか、北野さん、ということをよく聞かれたんですけど、まずそこの気持ち、なぜ僕がケニアを、アフリカを行ったのかということをちょっとご説明したいと思います。自分がまずケニアに行った一番の理由は、ちょうど二十歳の時ですね、ブラジルから帰ってきました。何ヶ月間のブラジルをアルベックス新潟の方で留学をしまして、帰ってきて一番初めに起こした行動が、DVD を借りて、世界の、ケニア、アマゾンに生息する動物の DVD を借りました。で、なぜ彼らは母でありながら、そして狩りをするときに、あそこまで強い目、なぜ二つのことができるのかと。でも、母でありながら子供を生やすときには優しい目、そして戦うときには究極の目というものを自分なりに見つけたいなと思い、6本ちょうど DVD を借りまして、チーター、いろんな種類 の動物がいました、コンドル、そしてヒョウ、サイ、いろんなものがありました。その中で僕が一番すごいなと思ったのが、ライオンの目で、ライオンの目をいずれは見たいなというものを20歳、20歳の時に思いまして、ずっとこの32歳まで思い続けていました。で、その時に、何ですかね、ゾーンに入る目というか、なんかクッとこう変わる姿の目、この目を見つけないと僕はこのサッカー界で生きていけないということで、その DVD を見て、そして絶対に甘い蜜を吸っていると、その今思っている牙が丸くなっていく。人間はやっぱり甘い世界にいると、どん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 その研ぎ澄まされた牙というものは丸くなっていくんですね。で、その牙が丸くなりかけた時に絶対にケニアの地に行こうということを決めてたのが自分のきっかけです。じゃあ学校からいきます。はい、今回ケニアに行って学校訪問を何施設かしたんですけども、学校が行けてる、子どもたち、そしてスラム街からスラム街に二度と戻らないように、教育をする場の学校、二通り、あとは親のいない、学校というか親のいない施設ですね、そういったところを訪問したんですけど、こちらは学校に行けてる子どもたちなんですけども、そこにボールを自分たちが持ってった時の写真ですね。で、彼らボールっていうのがなかなかなくて、で、自分たち4個のボールを持っていきまして、一つプレゼントしたんですけど、非常に喜んでくれまして、で、すぐもう渡すやいないや、リフティングをして遊んでる姿ですね。これはタンザニアです。タンザニアというのは、ケニアから約8時間、飛行機で行くと1時間と言われたんですけども、一番アフリカの中で墜落が多い、墜落が多い国の一番飛行機なので、ここはできれば車で行きたいということで車で行ったんですけど、約8時間かけて行った学校ですね。ちょうど可愛い写真なんですけども、いろんなお母さん、いろんな僕の知り合いの方に見せても、すごい可愛いねって言ってくれる写真なんですけど、ケニアの、幼稚園児ですね。この子たちはやっぱり非常に恵まれて、そして先ほどのうまくいけば、小学校に上がれる子です。やっぱり表情がね、豊か、表情が素敵なのかなっていうのはありますね。で、僕が手を叩いて幼稚園児と遊んでるシーンなんですけど、ケニアのなんか踊り、ケニアの歌を歌いながら手を叩いてみんなで遊んだシーンですね。これも自然のライオンなんですけども、一応ケニア国立公園でもライオンは一番見ることが難しいと言われる、生き物で、ちょうど探すこと8時間ぐらいですね。最後諦めかけた時に出てきたつがいのお母さんで、子供たちですね。で、このやっぱ出てきた時には本当に感動しましたね。で、これは子供たちですね。大きくなった子供たち。
まあ、これが出てきて、まあ、非常に面白いんですけども、これちょっとずっと5分ぐらい見てたんですね、10分ぐらい。そしたら、前の方に小さな、小さな可愛い、この前ですね、こうちょうど近いところに象が歩いてきたんですよ。で、まあ、これは、狩りが始まるんじゃない始まるんじゃないかって、そういう緊迫感があったんですね。その一瞬の時の雰囲気がわかるんですよ。さっそう何もない中で、スーンとこう研ぎ澄まされる雰囲気が、これ始まるんじゃないか、みたいな、なったんですね。そしたらそのまま、象を見ながら、ライオンは、追わないんですよ。で、なんだ今3対1なのに、象は、小象なのに、追わないんだろうっていうことをガイドの方に、あ、これちょっとブログ通りいろんなことが起きるかもしれなかったので、載せなかったんですけども、まあ、本当に先ほどまで生きていたヌーが命立つところですね。で、ブログにしたのはもう消したかもしれない。ブログの際は、ギリギリのラインで、これかな。これで、上をカットして載せたんですけども、まあ、先ほど、こういう感じですね。ただ、このやっぱり、目ですよね。先ほどまでやっぱり真剣勝負をしていた目、そして、ヌーでさえ、やはり、ね、表現化するので、そのシーンをまだ、この近くで見れた。っていうのは本当に自分の中で、いろんなことを考えましたね。ヌーのために頑張ってほしいも言えないし、このヒョウのために、チーターか、これ、チーターか。チーターのために頑張れとも言えないし、チーターも死ぬギリギリのとこ、ヌーもギリギリのとこ。すなわち、最後に思ったことが自分の中でなるようにしかならないな。この受け止め方しかなかったですね。どちらを応援することもできなかった。これです。このケニアの中で動物の写真の中でベストショットがこれかなと思うんです。っていうのは、百獣のライオン。僕たちのイメージでは絶対無敵のライオンと言われるライオンでさえ目に傷を負わなければ勝てない世界なんですね。そして彼も歩くときにちょっとぎこちなく歩く。百獣のライオンでさえどの生命体の命を狙うときにはこういう傷が負って、この神経の間ですね。これが僕がケニアに行って一番見たかった顔だったのかなと思いますね。でもその水汲みの中でもすごい素敵な顔があって、この子たち学校行きたいんですけど、やっぱりいい表情してるんですね。もう一枚の写真も見てるの分かるんですけど、いい表情してるんですよ。っていうのは、まあ、スラム街ではないので人の騙し合いはないんですね。スラム街は生きるために騙し合いがあって、生存するために物の奪い合いが起きるんですよ。後ろというか。これもちょうど、ちょっと刺激的だったので、一切載せなかったんですけども、ブッシュ族と言われる、サウを、だけを食べる民族ですね。彼の食料は、一切猿のみ。このシーンをちょっと見てもらって、彼が勝手に、タンザニアでも友達は着々と増えしつつある北野隆さん。なぜか言葉が通じてしまう。自分よりも。なるほど。また来たねと日本語で喋りつつね。はい、友達になりました。かかった時間1秒以下。さあ、もう一人来ましたよ。来い。はい、弟分。
同じようなことをする必要はないと思います。満たされているので。ただ今一度自分たちが食事をする際と、そして終わった際に手を合わせるなど、手を合わさないにしてもありがとうとスタートするだけでもいろんなことにつながるんではないかと思いました。なので、まあ、これをきっかけに僕も手を合わせたり、手を合わせなくても合わせに合わせたちゃんとしよう、感謝の心を込めて食事することとか、いろんなことを皆さんの中で気づいてもらえたり、機会になってもらったらなと思います。そしてまあ大学生、高校生、ね、今回いっぱい来てくれた子たちに言うのであれば、まあどんな環境であれ理由にならないということを分かってほしいなと、親が、周りが、環境が、いろんなことは全く理由にならず、彼らにとって環境を理由せず生きることが夢です。僕たちはその環境を理由にせず生きていくことが若い子たち、今満たされている子たちのもしかしたら一つのねモチベーションになるかなと思います。僕も環境を理由にしません。どんな環境でも這い上がる、どんな環境でも自分に必要な点を取るための環境の一つと思って高校生大学生は歩んでもらえたなと思います。本日は日曜日で、そして夜遅い時間まで来ていただいた皆さんに感謝しています。また受付で自分の母校である北海高校の子たちが駆けつけてくださり、そして、ね、いい挨拶ができたかわからないですけど、私たちの高校では挨拶を、ね、しっかりすることを重んじて、3年間暮らしてきました。でそういった子たちが、ね、どこまでできたか、いろんなことでもしかしたら対応の不足があったかもしれないですけど、駆けつけてくれた北海健二と、そして携わってくれた DVD 流してくれた子、そして司会のいやがみんな一人一人プロではない中で一生懸命してくれました。一生懸命一生懸命してくれた、それは彼らのこれからの財産だと思います。僕が思うに考える完璧な姿出てる人はないと思います。僕もいつも感じる、僕が完璧な姿をしたいのであれば今日の講演会はできてないです。多分未熟でありながら、でもその勇気一歩一つすることによって次のステージに行けるのかなという行動だけで動いてます。で彼らも楽しんでエンジョイ、北海高校に関してはいい挨拶で皆様方に幸せを与えてくださいとおっしゃってます。そういった中で今回の講演会を進めて、皆様のおかげでいい雰囲気で終わることができます。最後僕こちらで、9時半 で終わらなきゃダメなのでハイタッチしかできないかもしれないですけど、皆様にハイタッチして終わりたいと思うので、本日は本当に本当にありがとうございました。